稲葉山動乱。全く想像し、そう言うな。祝いの席だ。不服か、この縁談が。私は役目を果たすだけ。大義なことだ。うつけがもう一人。俺のやり方見せてやろう。祝いの席でかような狼藉を許すとは。信長殿、主道さんに代わり詫びさせてくれ。詫びなど後にしたらどうだ。見ろ、新たな。切り抜けて屋敷の外へ出るほかなさそうだ。案内する、ついてきてくれ。良いのか。この襲撃仕組んだのはおそらく構うものか。大事な客人に傷を負わせては美濃斎藤家の名が地に落ちる。忠義ゆえに背くか。よかろう、宴は終わりだ。任せたぞ光秀。黒のネズミ、それもまた一興。光秀、機長、生きてこの屋敷を脱するぞ。この混乱の最中でこうも不敵に得むとは。俺も力になろう。今は助けについていくしかないようね。信長は殺しても死なぬ。相手が悪かったな。開門。好機だ。あの廊下から外へと抜けよう。信長殿と姫様を無事に尾張へ送り届けねば。そのために俺も倒れるわけにはいかない。開門。何やら怪しい気配を感じるな。念には念だ、叩いておくか。貴様、なぜここに。大将、生かして返さるぞ。敵の攻撃を阻めたか。信長殿の軽眼には驚かされるな。開門。おい、奴らを決して逃がすな。道を開けなさいと言っても無駄のように。刺客を呼び込んでいる奴がいるようだ。そいつを撃たねば機長を動けんな。機長様はあくまで餌に過ぎる。まんまとかかったらこのうつけめ。これでよし、行くぞ機長。私など
捨ておけばいいもの。うっけども想像以上にやりよるわ。行け皆の衆、奴らを必ず倒すのだ。開門。季節した進路が開けたようだ。なら奴らを倒して進めのみ。敵将討ち取ったぞ。お前らの相手はここまでだ。せいぜい無駄にあがくがいい。俺を見くびるなよ。この手の座敷は大抵やはりな、からくりを見つけたぞ。開門。道が開けた。なぜこのからくりがあると。武家屋敷では珍しくもあるまい。用心深い主ならなおのことな。兄上、よくぞご無事で。ここからは私も共に参ります。中庭の敵は斉藤利光が率いています。奴を倒さねば増援はやまないでしょう。利光が、ならば俺が止めねば。行けです。開門。やる気のない面だな。俺を撃ちたいのではないのか。いや、そこまででも。とはいえやらなきゃ後が怖いし、倒されてね。ほう、斎藤はわらべが采配を振るのだ。よほど人手が足りんと見える。む、失礼な人だな。一発の武士に向かって愛くるしい和子だなんてさ。お前どういう耳をしている。とはいえただのわらべではないようだな。山椒は小粒でもピリリと辛い。その意味君に教えてあげるね。これだけあれば十分だよね。邪魔してごめんね信長さん。半兵衛殿がや、我々は一体どう動けばよいのだ。このような行いは不本意ではあるが、やむを得ぬ。一斉にかけよ。お前、明智の家臣だろ。この行いが主の怒りを買うとは想像できなかった。少子、それがしは殿のお考えを見通せぬわけなかろう。だが家中での殿のお立場を思えば、ここで家ごと義達様に背くわけにはいかぬ。なるほど、思慮深い家臣になったな。光秀よ、司令の段平にご容赦あれ。これにてごめんつかまつる。開門。ちんたらしている暇はない。さっさとこの屋敷を抜けるぞ。
ったな。襖を閉じよう。ここで奴らを打ち果たすぞ。閉門せろ。この信長こそが天下そうよ。開門。出口までは間もなくだ。駆け抜けるぞ。この気配、茶の間の方からか。用心するに越したことがないが。使ったか。吉田様のためにもここでうつけをほふらねば。ならずか。敵将、討ち取ったぞ。間もなく出られそうだな。三つ秀、お前の助力なくばここまで来られなかっただろう。こんなことになり申し訳ない。それにまだ気を抜くわけにはいかない。残念だったな信長。お前はこの義達様がぶっ倒す。ようやく元凶のお出ましか。祝宴を台無しにした報い受けてもらいます。勝利条件変更。お前のようなうつけに卑怯はやるねえ。この美濃の力とっさと立ち去れ。卑怯を言い訳に使うな。俺が目障りならば堂々と殺しに来い。つけやがるなようつけ。俺はお前を決して認めねえ。よし、ここまで来ればなんとかなろう。三つ秀、助力感謝する。感謝などむしろ非礼を詫びさせてほしい。斎藤家中の者として恥じるばかりだ。戻るか光秀。共にお…いや、この身一つで逃げ出しては残された一族や家臣が咎めを受ける。それにこたびの不始末は道山様が自ら指図したわけではない。姫様、晴れやかなはずの腰入れがこのような次第となり申し訳ありません。義達に伝えておきなさい。本当のうつけはあなただって。この状況に眉一つ動かさぬとは、さすが我が妻だ。ではな光秀。信長殿、どうぞ達者。